はい、どうも自己紹介します。僕が菅谷で、こちらが夏前の半袖菅谷と斉藤で衣替えです。お願いします。早めの衣替えです。早めの衣替えとかけまして、はい、金こぞときます。その心は立春立つ。俺こそ斉藤さん。というわけで、本日は今週の山形です。というわけです。毎週恒例の火曜日、今週の山形というわけで、はい、本日はどのような情報が出てくるのか楽しみになっております。さあ、それでは行きましょう。今週の山形まで3、2、1、どうぞ。今週の山形情報。東西にいちご園がオープン。いちご園、まあ、いちご狩りができる観光施設ですね。東根市に観光スポット150いちご園が3月1日からオープンいたしました。150いちご園は鈴木農園さんが運営するいちご園で、はいはい、いちごの収穫体験で喜ぶ子供たちを見ていちご園をオープンしたそうです。なるほど。年齢関係なく、そして障害者の方も入りやすいように、うん、バリアフリー設計がなされている。優しい。車椅子でも通れるように、うんうん、ちょっと広めの畝と畝の間、そうそう、畝と畝の間が広いです。でいちごの品種はとちおとめ。とちおとめ。甘みと酸味のバランスが抜群だそうです。で開催時期は3月1日から5月下旬まで、うん、で土日限定メニューのミルクたっぷり完熟いちごのかき氷スペシャル。おお。あれよね、そのいちごなんかいちごジャムみたいにこうといちごをなんか煮崩したみたいなやつをベチャンってかけて、あそこにあのミルクと練乳をピシャーってかけたかき氷、ふわふわの。うわ、飯うまだな。これ1日限定5食。うん、5食 ?5 食。土日限定5食 ?5 食。で、値段は、なんと、1500円。わー、なるほど。土日限定で、その、さっき言ったかき氷スペシャルと、あとこれは5食じゃないんだけど、それよりちょっと安い、いちごのかき氷もございます。これは練乳とか関係なくちょっとサイズがちっちゃくなったやつ。はいはいはい。ってのも土日限定でやってるみたいです。美味しそう。でもやっぱり平日の方がやっぱり人は少ないので、そのいちご狩りを楽しむなら平日が狙い目だそうです。いちごのかき氷スペシャルを楽しむならもう土日早めに並ばなきゃいけない。でもそれも食べてみたいよね。すごく美味しそうでした。行ってみてー。わー、美味しそう。わー、やばい。誰が出てる？よだれが。誰が出てる？よだれのことをちょっと言い間違いで誰って言っちゃった。言い間違いではない。俺の地元よ。俺こそ斉藤さん。続いてのニュース、山形県産ブランド米つや姫雪若丸が特 A ランクを獲得。また取ったの？素晴らしい。特 A ランクってのは去年産のお米がですね、米の食味ランキングが発表されまして、つや姫雪若丸が特 A を獲得いたしました。日本穀物検定協会が毎年行っている米の食味ランキング、特 A から B まで5段階評価のランクがあるらしいんですけども、つや姫はデビュー以来12年間連続で特 A、 雪若丸も4年連続で特 A を獲得しています。おで、生え抜きが去年特 A だったんですけど、うん、今年は A に落ちてしまったらしいんです。これはなんかちょっと気候の問題があったらしくて、はいはい、ちょっとあの難しかったなって。まあ、お米っていうのは結構繊細な食べ物ですからね。そうです、うん、この山形以外のお米で特 A を取ってるところは、まあ、29品種ぐらいあって、夢ピリカとかエトピリカ、夢ピリカ、あとアホモリの晴天の霹靂とか。それはね、パズドラの必殺技？違うよ、ありそうだね。スキルで晴天の霹靂って誰なんだっけ。知らん。晴天の霹靂とかそういう夢ピリカとか、あと必殺技なんて言ったじゃん。恋の予感とかいうそこお米があるんだって。まあこれはあの食味ランキングで調べてもらえればざっと自分の地元のやつのお米も入ってるかなみたいな感じで出てくると思うんで、うん、ぜひぜひ調べてみてください。つや姫と雪若丸はね、すこぶる美味しいので。本当にスコンブ美味しいよな。スコンブは美味しい、うん、俺が言ってるのはスコブル美味しいから。ガクブル美味しいよな。ガクブル美味しいよな。震えるほど美味しいよな。で俺が言ってるのはスコブル美味しいだから。で美味しいので、うん、プルプル美味しいよな。プルプルさえ震えちゃってんのよ。俺が言ってるのはスコブル美味しいから。俺こそ斉藤さん。最近のお米ってこのそれこそ1号とか2号とかで売ってるから、うん、あの基本的に5キロとかで買う人多いと思うんだけど、うん、まあ、そうやってちょっと試しで買えることもあると思うので、あると思うので、よかったら皆さんぜひ購入していただきたいなと思います。はい、最後、今週のモンテリアマタ情報。半田陸選手がね、はい、2024年パリ五輪に向けたアンダー21日本代表候補に選ばれました。そうなんだよな、あいつちゃっちゃっちゃ
代表でもサイドバック起用なのかは楽しみなんでございますけれども、今回のねまず代表候補にはまだ久保選手とか、はい、あとはあの鹿島の荒木亮太郎選手とか、まあその中でも絶対その選手たちが来ても絶対選ばれるような選手だと思うので、やっぱニュースでも取り上げられてましたし、ネクスト富安って書いてたからね、ネクスト富安、うん、プラス各年代表でもこうキャプテンに選ばれてるような人材でございますので、富安さんまだ若いね。でコメントでね、多分山形のファンの人が分かんないんですけど、このニュースにコメントしてる山形の人がいて、はい、いやもうハンデは富安以上だよって言ってる人がいて、はい、とか山形の主砲だよ彼はっていう人がいて、はい、まあ確かにそれは間違いないな、そういう富安選手より絶対上回ってる部分もあると思いますし、はい、これはねもちろんパリ五輪でももちろん優勝を目指して山形の誇り頑張ってほしいなと思いますね。次節は3月12日ヴァンフォーレ甲府と3月12日土曜日14時からになっております。甲府もねどんどん力をつけてきてると思うので、みんなで応援して絶対勝てるように頑張りましょう。絶対に勝ってもらいたいと思うので、ぜひ皆さんね一緒に応援していきましょう、はい。今回もね累計120人ぐらいの方が見に来てくれてましたので、ぜひね、一緒に応援して盛り上がっていきましょう。はい、ぶっちぎれ山形。はい、それでは、本日のおすすめ飲食店の方をお願いいたします。はい、本日のおすすめ飲食店はラーメン村木屋の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんでこのブルマさんみたいなのかは分からんけども、これね村木屋さんなんですけれども、はい、このどこでしょうか。あれですね、僕が一番知ってる店舗は、うん、あの山沢の前です。どこ、どこの山沢だっけ、あれどこの山沢だっけ、あそこひまわりラーメンが入ってる山沢の前いっぱいあるわ。あの南宛ての通りの山沢かな、南宛てからこそこっちに来た。あ、まあ、とりあえずね、うん、そこはそこの村木屋なんですけれども、はい、これねあの新幹線ラーメン片道往復とございまして、はい、これラーメンの上にソーセージが乗ってるんですよ。片道だと1本のソーセージ、往復だと2本のソーセージが乗ってるんですよ。ほう、でこう新幹線片道往復みたいな感じなんですけども、僕一回も行ったことありません。行ってみたいということですね。行ってみたいという気持ちを込めて、うちのね兄がね好きでよく行ってたんですよ。まあまあなかなかね、普通はチャーシューとか乗ってると思うんですけれども、うん、それソーセージとかも乗ってるという斬新なね、お店でございますので、皆さんよかったらそちらの村木屋さんに行っていただきたいなと思います。本日のニュースは、東根市にオープンした、いちご園の1501号園、ぜひ行ってください。はい、そしてつや姫雪若丸が特 A ランクを獲得いたしました。おめでとうございます。そしてハンダリック選手が、アンダー21パリ五輪の代表に候補に選ばれました。おめでとうございます。はい、そしておすすめラーメン店は村木屋でした。行ってみたいな、行ってみたいな。それでは本日の動画はこちらで終わりとなっております。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお願いいたします。最近、ショーツとかも上げまくってますので、皆さんぜひこちらの方チェックお願いいたします。それでは締めさせていただきます。締めてください。いい、あーかわいそうに死なないで。生まれた意味すらわからないでしょ、だからって死ぬことを恐れないでよ、初めて話した言葉すら覚えてないのに。